鈴木真の写真道場、今日は写真が上手くなるためのルーティーンとはどういうものかをご説明させていただきたいと思います。これが分かるとご自身で何をしなければいけないかっていうことが明確になるのではないかと思います。あらゆる芸事、スポーツ、そうですね、生活もそうだと思うんですけど、まずは良いものを見るところから始まるかと思います。いろんないい写真に触れること、それが始まりですね。少なからず皆さんは何か写真を見たからこそ撮ってみようと思われたかと思うんですけど、例えば見るのは写真展、写真集、今だとネット、インスタグラムとかピンタレストとかいろんな写真を見るメディアがあるかと思うんですけど、それでいろんな写真を見る、そしてこの中写真を見るだけではなくって読む、作家の気持ちを、撮影者の気持ちとか意図を読むようになってくると、なんでそういう技術でそういう表現手段を取ったのかなんてことが分かるようになってくれます。その次のプロセスとして、実際写真を撮る、じゃあそれを自分も撮ってみようと思われると思います。そこに必要になってくるのが技術、そして機材が必要になってくると、皆さんが好きなこの機材とか技術っていうのはゴールがあってこそ初めて成立するものになるかと思います。そのゴールっていうのはどういう写真を撮りたいのかというゴールですね。写真を次にやりたいことは、今度は写真を見せるですね。本当はこの見せるっていう、誰になぜ見せたいのかというのがはっきりしていると、この間のですねゴールが設計しやすくなるかと思うんですが、誰に何を見せるかということが逆算的にどう勉強したらいいか、何を勉強したらいいか、どういう写真を撮りたいかというリサーチにつながると思います。ここまでは自分にとってはチャレンジなわけですよね。こういうふうにアプローチしたらこう見てくれるんではないかというチャレンジに対してフィードバックが割れます。感想が来ると、この自分の予想に対してこっちで、結果伝わる伝わらないということがフィードバックされてくることによって、じゃあ次はどうしようかという改良につながっていくわけです。その改良をするために、じゃあ今度はどういう写真を見たらいいかということが写真展や写真集やネット、次のフェーズに行くわけですね。この段階では知らなかったけど、よりこうしたいということでよりリサーチするという次なる循環に生まれることによって、このループが続いていくわけです。シンプルなことなんですけど、行くことでこの自分が目的としている、この誰に何を思ってもらいたいかという価値観、価値観というのは生い立ちが違えば人それぞれ違うものです。自分とも違う、だからこそ見る人の価値観と自分の価値観をすり合わせしていくこと、同時に理解していくことですね。そうかと、自分はこう思ってたけどこういう見方もあるんだと、それは良くも悪くもことによって、結果自分に返ってくるのはその価値観の拡張ですね。なるほどと、そういう風に見ていいのねと、だったらもっとこうした方がいいよねという提案につながっていく。そうするといつの間にか自分自身のものを見る、あるいは伝える、そしていろんな人にの気持ちを理解した写真のコミュニケーションというのを育むようにできるわけです。ですので常に見て撮って見せる、その循環をしていきながら自分と人との差異を理解していくことの楽しさを楽しんでいただけると
写真のコミュニケーションというのを体験できるのではないかと思います。それこそがたったのシャッター1回押すだけでそのような広がりを持っていくというのは他にないメディアなので、ぜひ写真の面白さとして体験していただければと思います。写真が上手くなっちゃうワークショップを開催します。カメラの使い方ではなくって、カメラより前に自分の目がどう動くか。カメラというのは目を体の外に出した道具ですから、自分の目の動きを理解する、そして自分の考え方を理解した上でいかにカメラを使っていけばよいかを理解するワークショップです。見た通りに人に伝えればどうすればいいかということを体現できるようになるためのワークショップです。こちらは概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひそちらから詳細をご覧になってみてください。さらに鈴木慎のオンラインサロン、毎日鈴木慎写真館サロンメンバーが写真に関する投稿を行って、機材、コミュニケーション、技術、そして写真の読み方が知れるオンラインサロンです。こちらはワークショップに入っていただくと無料で3ヶ月参加することができます。あとは YouTube のメンバーシップ、本編の収録には間に合わなかったアウトテイクやレタッチのハウトゥー映像などが、未公開映像がご覧になっていただける YouTube メンバーシップはすぐお申し込みできるので、ぜひそちらもご覧になってみてください。鈴木慎の写真道場。